フリートウッドマック、フリートウッドマック、フリートウッドマックは、イングランド出身のロックバンド、50年以上のキャリアを持ち、と並ぶブリティッシュブルースロックの三大バンドと称された。1970年代半ば以降は、ソフトロック路線に転換して、成功を収め、世界的な知名度を誇る。1978年、グラミー賞受賞。1998年、 ロックの殿堂入り。ウォールストリートジャーナルの史上最も人気のある100のロックバンドにて11位。1967年、ジョン・メイ・ウォールザ・ブルース・ブレイカーズのメンバーだった、ピーター・グリーン、ギター・とミック・フリートウッド、ドラムを中心に、ボブ・ブランニング、ベース、ジェレミー・スペンサー、ギターの4人で活動を開始する。数回のギグの後、ブランニングに代わって、 ジョン・マクビー、ベースが加入。初期のバンド名は、ピーター・グリーンズ・フリートウッド・マック、ピーター・グリーン・エス・フリートウッド・マック、グリーンによるギブソン・レス・ポールの音を前面に出し、当時イギリスで勃興していたブルース・ロックのブームに乗って活動を開始した。1968年2月に、初のアルバム、ピーター・グリーンズ・フリートウッド・マックをリリースして、注目を浴びる。 さらに同年に録音したシングルブラックマジックウーマンあとサンタナにカバーされて大ヒットしているお世に送り出し8月にはセカンドアルバムアメリカにおけるファーストアルバムのミスターワンダフルをリリースしているさらにグループは18歳のギタリストダニーカーワンギターを加入させグループ初期における最高のラインナップを整えるトリプルギター編成のバンドは当時としては 奇抜なアイデアでグリーンとグループが思い描く常にサウンドの変化に対応できる体制となった。カーワン加入後の同年11月シングルアルバトロスを発表。アルバトロスは翌1969年に全英シングルチャートで1位を記録。ヨーロッパ各国でもヒットチャートに登った。アメリカ向けに編集したセカンドアルバムイギリスのバラをリリース。 1969年1月には渡米して、ブルースの故郷とも言えるシカゴのチェススタジオで念願のリコーディング。ウィリー・ディクソンやバディガイ、オーティス・スパンと共演して記念版的作品として残している。同年にはこのメンバーでの最後のブルースアルバムとも、イエールサードアルバム、ゼンプレイオンをリリースしている。ピーター・グリーンは体調が不安定な状態で臨んだ。 ニューヘンのとあるギグで LSD を使用して精神疾患を発症。1970年に突如バンドを離れてしまった。クリーン離脱後、バンドは主にジェレミー・スペンサーが音楽面をリードして活動を続け、同年にフォースアルバムキルン・ハウスを発表した。しかしスペンサーもドラッグで徐々に精神的に不安定な状態となり、新興宗教にはまって脱退してしまう。 スペンサーの後任には、ジョン・マクビーの妻で、元チキン・シャックのクリスティン・マクビーと、オーディションによりアメリカ人ギタリストのボブ・ウェルチが加入し、1971年に、フィフス・アルバム、フューチャー・ゲームを、翌1972年には、シックス・アルバム、枯れ木を発表した。従来のブルース色を弱め、ロック色、ホーク色を強めたこれらの作品は、主に、 ダニー・カーワンが音楽面を主導して制作された。しかしそのダニー・カーワンも、主壁が原因の神経衰弱によりメンバーの信頼を失い、脱退を余儀なくされた。カーワンの解雇を経て、バンドの音楽的主導権をウェルチが握ると、マックは、クリスティンのよりポップ、ロック色の濃い楽曲や、ウェルチの強い影響下で、ジャズロック的アプローチをった、楽曲等をフィーチャーした3枚の優れたアルバムを、 発表し、60年代とは別のバンドへと変化していった。この時期を代表する曲としては、ウェルチ合体後もライブで演奏されていた、ヒプナタイズド、1977年にウェルチのソロ作としてヒットした、センチメンタルレディなどがある。後日にウェルチは、ウェルチ、クリスティン、ジョン、ミック、ボブ・ウェストンのラインアップが団結していた時は、後の、 噂時代のラインアップに勝るとも劣らなかったと回想した。この時期、バンドとしての活動はコンスタントに続けていたが、度重なるメンバーチェンジや、アメリカにおける、ニセ、フリー,イートウッドマック全米ツアー騒動等、困難の多い時代でもあった。1974年、アメリカツアーを終えたマックは、彼らのこれからの活動をアメリカ中心にするべく、 活動拠点を米国カリフォルニアに移した。しかし、その直後、フロントマンのウェルチが脱退。バンドは存続の危機を迎える。ウェルチに代わるフロントマンを探していたミック・フリード・ウッドとジョン・マクビーは、バンドの新作のレコーディングエンジニアのオーディションを通じて、バッキンガム・ニクスというアメリカ人の男女デュオの作品を耳にした。リンジー・バッキンガムのギターと、 ボーカルに強い関心を持ったミックは、1974年12月、リンジーと電話で連絡を取りバンドに誘った。リンジーはバンドに合流するにあたり、ガールフレンドでありデュオのパートナーでもある、スティービー・ニックスを同行することを案し、結局グループは、この二人をセットで新メンバーとして迎え入れることになった。再び生まれ変わったマックは、1975年に、テンスアルバム、 ファンタスティックマックを発表、声優ラブ・ミー、リアノンといったヒット曲が生まれ、アルバムは全米一位を獲得、それまでにない成功を収める。安定したピアノプレート穏やかで安心感を醸し出す温かい歌声のクリスティン、絵になる二枚目ギタリストであり、ポップで蝶のある声を持つシンガーでもあるリンジー、可憐な容姿と野性的なダミ声かつ哀愁味を帯びた。 個性派シンガーのスティービーという三者三様のボーカルが、醸し出すバラエティとハーモーは、レコードでもライブでもバンドの大きな魅力となった。1977年には、最大のヒット作となる、イレブンスアルバム、噂を発表。シングルカットされた、ONA、Dreams, You, MAKE LOVING f ド n DON'T STOP などの大ヒットとともに、アルバムは31週間にわたって、全米1位に輝き、 1700万枚と言われる。史上空前のセールスを記録する。マックは一躍スーパースターの座に上り詰めた。翌年には同アルバムでグラミー賞を受賞。この後、トゥエルフスアルバム、キバ、ライブサーティーンスアルバムミラージュの3枚のアルバムを発表したが、噂のような大ヒットには至らなかった。しかし、ワールドツアーは盛況を重ね。観客動員の面では？ スーパースターとのポジションを維持し続けた。1980年代に入るとメンバー各自のソロ活動が活発化し、全米アルバムチャートでナンバー1を記録したスティービーの作品を筆頭にリンジー、クリスティンもそれぞれソロでトップ10ヒットをものにする。ミックもアフリカのミュージシャンを起用した意欲的なソロアルバムザ・ビジターを発表した。しかし、 バンドとしても、ソロとしても、順調に活躍していたこの時期のマックには、メンバー同士の関係の悪化、スティービーの薬物中毒克服のためのリハビリ施設、入り、バンドのごたごたや妻との離婚、父の死など講師にわたるトラブルに疲れ切って、コカインとブランデーに溺れたミックの破産など、バンド周辺でトラブルが絶えない暗い側面が同時に存在していた。 久々に全員が揃った1987年の 14th アルバム Tango in the Night では音楽面におけるリンジーの献身的な貢献もありいつも通りのヒットを記録したがアルバム発表直後にそのリンジーが脱退ライブツアーは新メンバーとしてディック・ビト t ビリー・バーネットのギタリスト2名を加えた新編成で行われたこの時のライブでは バックボーカルやキーボードにサポートメンバーを使い、クリスティンのボーカル曲では彼女をステージの前面に出したり、スティービーのソロヒット曲、スタンドバックを取り上げるなど、リンジーの不在をクリスティンと、特にスティービーを大きくフィーチャーすることで補う演出がされていた。1990年には、スティービーとクリスティンが今後バンドのライブツアーに参加しないことを表明。 1990年発表の15トン H アルバム Behind the Mask は1975年のアルバム Fantastic Mac から続いたゴールドディスク獲得を逃した。1992年当時ビル・クリントンの大統領選挙キャンペーンソングに Don't Stop が採用された契機から1993年初頭クリントンを支援するためにアルバム 噂発表当時の危機メンバー5人が一時的に集まり再結成ライブを行った。ただし、この再結成は一時的なもので、ライブ終了後リンジーが再離脱。同年末にはスティービーが今後の活動に参加しないことを表明し、正式に脱退。ほぼ同時期にィック・ビトーも脱退した。1九9四年、ミックとジョンは新メンバーベッカ・ブラムレット、 デーブ・メイソンの加入とライブツアーの開始を発表する。しかし、直後にクリスティンが脱退を表明。ツアーはクリスティンを除くメンバーで行われた。翌1995年にシックスティーンスアルバムタイムを発表。しかし、全米アルバムチャートトップ200にチャートインせず、不発に終わる。1997年、リンジーのソロアルバムのレコーディングセッションに、 ミックが参加したことを契機に黄金期のメンバーが再集結。再結成ライブを行い、ライブアルバムザ・ダンスを発表。1981年発表のアルバムミラージュ以来となる全米ナンバー1を獲得した。翌1998年にはロックの殿堂入りを果たし、受賞式でのプレゼンターをシェリル・クロウが務めた。しかし、 クリスティンが引退を理由に再離脱した、その後、2004年、ソロとして復帰。2003年に、クリスティンを除く、黄金期メンバー4人による、本格的な復活アルバム、声優、Will ・ウィルを発表、ライブツアーも、大きな話題となり、全米3位の大ヒットを記録した。2014年、クリスティンが16年ぶりに復帰し、ワールドツアー、オン・ウィズ・ザ・ショウを、 翌2015年まで行う。その後、新アルバムの制作に着手した。2018年、秋からのワールドツアー開始前に、リンジー・バッキンガムが降板し、代役に、マイク・キャンベル、元トム・ペティザ・ハート・ブレイカーズとニール・フィン、クラウデッド・ハウスが新加入。活動初期の頃、1970年。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。